皆さん、こんにちは。今はちょっと韓国にいるので、韓国で撮影した映像をアップロードします。カット編集だけをやった結構生の映像で、字幕も入れてないんですけど、どうかよろしくお願いいたします。僕は大好きなバーガーキングがあって、その横を見たら韓国のダイソーがあるから、ちょっと入ってみようかなと思っております。ここはですね、韓国の7号線、そして9号線、3号線が通っている高速ターミナル駅です。高速ターミナル駅のダイソー、ちょっと行ってみましょう。韓国のダイソーって基本的に100円のものがあんまりないですよ。江南高速バスターミナル店舗地下。じゃあ入りました。まあ、一応ハロウィンですからね。これいいかも。なんか店めっちゃ広いんですけど、結構奥まで店があるんですね。そういえば、長谷さんがスリッパ欲しいとかおっしゃってましたね。あ、なんか人形や。可愛くも可愛くなくもない感じの人形たち。ん？でもこれ可愛いな。ちっちゃい。ああ、クロミ頑張ってんな。ああ、いいですね。
ヒロさんが好きそうなカエル。まあ不細工で可愛いですね。1000円とか、まあ2000円のやつもあるんですけどね。この2000円のやつと1000円のやつと満足感果たして2倍なのか、それわからないんですよね。え、何これ。いやあさみ、おお、かわいいな、かわいい、これもかわいい。意外と重たいですね、これ。なんでこれ買いたくなってんだよ。よいしょ。こういうの買って もうスーツケースに入れて後で見たら壊れたりしてたら落ち込むんですよね。あ、ロロだ。200円ですね。これ一個買いましょう。可愛いから顔。左側が可愛いですね、こっちが。これはこう香りのやつ。あ、これはペット用ですね。犬ちゃんおしゃれやな。ここは傘。傘ってダイソーで買った方がいいですね。でもこれ結構いいですね。500円で、ここ結構シンプルで、うん、500円、いい感じ。真っ黒で、うまい棒、うまい棒売ってますね。よいしょ、よいしょ。いやー、お菓子がいっぱい。ポッキー、ポッキーいくらで売ってるんかな。コプラメン、しんのすけ頑張ってるんですね。じゃあ結構ゆっくりと見たと思うんで、まあ別にみんな下着は見なくていいんでしょ。あ、靴下だ。なんか意外と可愛くない魅力があるんですよね。
あ、そうで、あ、でもこっちはあんま可愛くないですよね。じゃあいいか。ヒップドーグ、ベッドドーグ。まあまあ可愛いと思います。この犬ちゃんも可愛いですね。それでは、そろそろ出ましょうかね。この買おうとしてるやつらを会計して、で個人的にあの充電する時のなんか買わなきゃいけないものがあるから、それだけ買ってあの帰りたいと思います。そしたら、あ、なんか BTS の何か売ってますね。マスクか。じゃあ、そしたら、それでは、ここまで見てくださった方々、どうもありがとうございました。では僕はあと22分後に PCR 検査しなきゃいけないので、あの PCR 検査をやってから、まあ地下にある高速ターミナル駅の商店街を一瞬回ってみたいと思っております。